半正子半正子は、中国の代表的な仙人である八千の一人。名は、小字は、住尾といい、子は、男子の尊称安八千は増え、当代の文豪、関悠の老いの反老生の子であり、子供の頃から関悠に養われていた。関悠の子弟たちが学問に励む一方、彼は酒ばかり飲みぶらぶらしている報道者だった。二十歳の頃、 突然行方不明になったかと思うと、しばらくして、ボロを身につけて帰ってきた。カンユガが雲をするように進めると、私が学んでいることは、あなたのものとは違いますと言い、草の花をすぐに咲かせることができると言った。彼が、盆に土を盛り、ボタンを植えると、彼が言った通りすぐに花が咲いた。よく見ると、花びらに、雲は、神霊に横たわりて家え、ずくにかある。雪は、 アイを用して馬進まずと書いてあった。意味を尋ねると、月日が経てばわかるという。その年、剣奏の怒りに触れた関由は、長州へ流され、その途中大雪に遭うが、そこに、半昌庫が現れ、以前自分が咲かせた花びらに書かれていた一句が、的中したのだという。関由が地名を尋ねてみると、そこは果たしてアイだった。そこで菅由はその句に五句を付け足して、 死にして、半証庫に送った。やがて宿場に着くと、半証庫は関油に一粒の薬を渡し、長期の立ち込める地方では、健康を保ちにくいでしょう。これを一粒飲めば、長期を防ぐことができます、と言い、しばらくして去っていった。その後、半証庫の言ったことはすべて的中したという。死は、旅道品と勝利、干渉理紅派先生という説もある。 ありがとうございます。